北陸や近畿、現在もところどころで雨足が強まっていたり、あられといった激しい現象となっていますね。そうなんですよ。特に現在北陸の西部であられのご報告など多くいただいています。はい、こちらまずご覧ください、こちらは富山県砺波市ですね、いただいたお写真になりまして、あの雪のように積もっているものあるんですけれども、これね、空から降ってくる氷、つまりあられがこう集まったというか、まあ、寄せられてこういった感じに見えているということになります。はい、でこういった激しい現象を現在もまだ続いておりまして、こちら現状をご覧いただきましょう。皆さんからのご報告見てみると、この紫色の丸印がこれあられなんですよ。はい、で富山県を中心に長野県の北部や石川県、さらに鳥取県、こういった方面からも届いていまして、今は北陸や近畿北部、山陰にかけての日本海側で荒れた状況となっています。でまた一部は太平洋側の方にまで、ま、雲が流れ出しておりまして、今近畿中部や東海も引き続きところどころ雨なんですね。でこの特徴、これどういった形で雨が降っているということになりますと、こちらの図がですね、上空の温度の予想、5500メートル付近という結構高いところの予想になるんですが、このあと18時の予想で見ると、この白く塗られているところありますよね、これが氷点下27度以下、これやっぱり真冬に入ってくるぐらいの結構ね強い寒気なんですよ。でこの上空の温度と地上付近の温度の差が大きくなって、非常に大気の状態が不安定になるとこういった場になっています。はい、不安定さを表す指標 SSI という図を見てみますと、このオレンジ、赤、あるいは黄緑で表現される不安定領域、まだ18時の段階も北陸、東海、近畿中心に広い範囲に予想されます。でさらに夜になってようやく収まっていくような形でして、まだ今しばらくは強い雨、あられ、雷、まあ、そういったものに要注意となりそうです。はい、わかりました。この後も空の変化に気をつけてお過ごしください。